内田選手、車、買う。よいしょ、自己紹介お願いします。背番号39番、内田健太です。お願いします。お願いします。背番号3番、西岡大志です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、はい、選手車買うシリーズ、内田選手が今回はなんと希望車種があるということで、はいはい、もう早速出てますけども、後ろにあるのがね、はい、こちらのなんていう車でしょうか。 GTI。 GTI ということで、かっこいいな。ゴルフの GTI いいですね。いかがですか、パッと見た感じ。かっこいい、かっこいい、うん、ちなみにそのお車を、まあ、買い替える予定といいますか。それは今からのね、プレゼン次第でどう転ぶかじゃないですかね。俺次第ってことか。なるほど、まあ、ちなみに迷ってるみたいです、はい、本当に車を買い替えようか迷ってる時期らしくて、ちょうど今なんで、俺次第ってことで、今日は内田選手にこの GTI を買わせます。もう買わせると。買わせます。わかりました。じゃあ、その意気込みでやっていきたいと思います。ちょっとまたこの車の詳しく紹介していただける担当の社員の方をお呼びしたいと思います。渡辺さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。自分の心強いスタッフです。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとあの内田選手からあのご挨拶があるということで、ちょっとね、小ネタを挟んでるんですよ。こちらもね、真剣なんでね、はい、迷ってるんで。いい名刺、内田健太です。何ですかそれ。小部屋期待しでございます。わ、自分の名刺を。はい、名刺です。素晴らしい。よろしくお願いします。来ていただいて、はい、さあ、ということで渡辺さん、はい、じゃあ今回のフォルクスワーゲンの GTI、はい、ゴルフ GTI のご紹介を、はい、お願いいたします。はい、はい、でまず、GTI なんですけども、 GTI って何の略称かご存知でいらっしゃいますか。大丈夫？GTI。正直わかんないです。これはあれですよね。めちゃくちゃ大喜利ですよ。そうです。大喜利。大喜利きた。GTI ってまあ何の略か。何ですか ？G。はい、だゴルフの。あ、ゴルフ。ゴルフの G。はいはいはい、T は。T。スポーティーの T。スポーティーの T。むちゃくちゃ。むちゃくちゃ。愛は何ですか？愛は。愛。愛。ゴルフ、スポーティー、愛してる。はい。でもめちゃくちゃ。めちゃくちゃ。面白い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 。正解は何なんですか。正解はですね、あの、グランドツーリングインジェクションっていう名刺、はい、なんですけども。インジェクションわからなかった。インジェクション。はい、まあ。グランドツーリングっていうのが、まあ、長距離を、まあ、快適に走るっていう意味があります。で、インジェクションっていうのが、もうこのエンジンの、あの、内容の話です。で、まあ、長距離でも快適に走るために作られたお車ということになります。へ、そういうの、はい、GT ついたらなんか速いイメージあるんですよ。まあ、そうです。結構その他のお車とかでも GT っていう文字がつくと、まあ、スポーツカーとかそういったのがイメージされるんですけども、実際この GTI も、まあ、長距離を快適にするためプラス、まあ、スポーツさももちろん兼ね備えたお車になっております。まあ、見た目から、はい、分かると思うんですけども、だいぶ、まあ、スポーティーさが変わると思うんですけども、一応まず現地で見るのが、このフロントのバンパンですね。これ、GTI やからこれなんですか。そうです。GTI 専用の、あの、フロントバンパンっていうのを作ってます。あとは、先代から受け継がれている GTI 特有の、この赤色のストライプ。はいはいはい、かっこいい。ここですよね。そうです。顔大事ですもんね。顔大事です。やっぱ印象が。印象大事です。はい、かっこいいですよね。かっこいいですよ。でも俺、後ろもめっちゃ好きなんですよ。後ろですか。後ろの、どこ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 。このマフラー。マフラー。そうなんですよ。普通に2個タイプじゃないですか。日本、はい、日本じゃないですか。でも1本で、スポーティーなのに、品のあるっていうか、品のある車ですよね。かっこいいな。品のある。ここなんですよね、俺の好きなところは。一押しポイントです。そうです。これなんか後ろでありますか。後ろですか。後ろですね。あの、まあ、あの今までは GTI っていうこのエンブレムのところですね。
はい、通常この、フォルクスワーゲンのエンブレムの下ではなかったんですけども、この新型からこのエンブレムの下に来るように、はい、なっています。テールランプのところなんですけども、まあ、あの先代のブルク、まあ7っていうオクルのがあるんですけども、 7.5 っていうシリーズがあるんですが、こちらの後ろのテールランプ流れるんですけども、一応こちらもあのブルク8っていうんですけども、8が流れるようなというかシーケンシャルというのがあります。外観はいかがですか、お二人。いいですね、いいですね、ほんと。いや、もう外観もいいですけど、僕タイヤ気になったんですよ、はい、あ、はいはいはい、これ純正ですか、こういうのは。オプションをつけた、あー、やっぱり DCC パッケージというですね、あのオプションがあるんですけども、乗り心地を制御するサスペンションがついてるんですけど、電子制御で制御する、はい、そちらのオプションをつけていただくと自動的にこのホイールが装着される、ホイールかっこいいですね。このこれはこちらあの DTI 専用のですね、やっぱりの、はい、キャリパー、キャリパー結構目いくんですよはい、何も足元からって言うじゃないですか。はい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 。だから今左サイドバックのこの位置をそう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 ってそうね、そうそうそう、そう分かってくれたか。これこのマーク何の意味あるの。こちらですか。こちらがですね、ゴルフ R っていうなんかさらにシリーズがあるんですけども、その R っていうあのマークになるんですね。なのでゴルフ R の車もこのホイールがつくようになるんです。何でもこないでくれるわ。そうですね。素晴らしいな。まだ外ですよ。まだ外か、はい。ちょっと取りすぎ？取りすぎやな。ちょっとじゃあそろそろ行きますか。はい。せっかくですが、内田選手はもう運転席、ね。はい、運転席の方に。これいいっす。すごいっす。見てください。ようこそって歓迎されてます。これすごいよ。このパネル。ようこそって。おお。失礼しますね。はい、やべ、先乗っちゃった。もうあの GTI 専用のチェックが、はい、あのがまあ一番おしゃれな、はい、ポイントになります。へえ。もう一つあのポイントとしてありますのが、今ここ点滅しているのがはいはいはい。こちら何かに見ていきます。ウルトラマン。カナタイマー。今危ないじゃないですか。今危ないじゃないですか。大事。大事怖い拾ってくれよ、どうなるから実はこちらあの心臓のあの鼓動ドクドクと本当なんですか、まあ、走り出す前に、まあ、エンジンかける前に、はい、この、まあ、あの今から走り出すぞというこの気持ちを高めてくれるアピールポイント、そう、心臓ね、すごいな、はい、ではぜひあのエンジンかけていただいたと思いますので、ブレーキ踏みながらですね、こちらのボタンを押していただきます。うわ、いい音。このエンジンもたまんないな。ありがとうございます。こちらあの位置というのはドアが開いているので、はい、メーターが見にくいんですけれども、はい、こちら GTA 専用のあのタコメーターとかもこちら装着されておりますので、あとこれは試乗中に、はい、はい、あの開けたいと思います。カメラがでかくていいな。ちょっと踏んでいいですか。大丈夫です。いやー、いい音ですね。えぐいな、これ。いい音です。こちらですね、ちなみに、モード選択ができるんですけども、4つのモードがあります、はい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 。エコモード、コンフォートモード、スポーツモード、はいはい、あとご自身でカスタムできるカスタムモード、はい、まあ、今、あの乗り心地メインの、はい、コンフォートモードがあります、はい。このカスタムモードでですね、エンジン音とか、スポーツにしたりとか、先ほどあのオプションの説明した DCC。こちらで乗り心地のカパさ、センターできる。すごい。ちょっとスポーツ系に走りたいなって時は、足元がキュッてなるってことですね。そうです。肌に設定してもらって、まあ、あとはまああの乗り心地メインで、まあ、街乗りがまああの多くなるのであればこのコンフォート、はい、というふうにまああのセッティングができます。スポーツにすると本当あのこちらです、今 P なんですけども、ドライブに入れていくとスポーツモードに自動で入れます。コースクロールとか運転も好きです。スポーツ好きですね。いや飛ばしちゃうんじゃないですかこれ。そうですね。スピードも出るんですよね、めちゃめちゃ。スピードめちゃめちゃ出ます。こういったスポーツタイプの車ですと、0キロから100キロまでの、うん、まあ、秒数、だいたいね、はい。こちらの GTI で6.3 秒。
隣のモデルが 6.5 秒なので、0.2 秒ほど。0.2 秒って言ったらすごいですよね。すごいよ。いやすごいな。座り心地はいかがですか？包まれる感じありますね。だからちょっとこれスポーツ用のシートですよね。よくわかりますね。はい、この包む包み込まれる感じのが、はい、このこれですよね。こちらのシートで体感できるようになります。あと以前のモデルと違うところがこのシフトレバーなんですけども、今まで手でこのように動かすタイプのものだったんですけども、この、新型のゴルフからこちらのシフトレバーに切り替わった。こちらにすることによってここの空間がだいぶ広く保たれますので、車内空間というのはだいぶ広いようにしてデザインができます。シンプルですよね。シンプルです。シンプルが一番いいですからね。何でもシンプル。サッカーにも通じるんですよ。シンプル。はい、シンプル。どういったところですか？やっぱそういったところ気になってます。まあおいおい話していきます。おいおい、はい、ドライブするのかな。いやもうちょっと走りたくなってるんじゃないですか。走りたいです。これすごいな。じゃあちょっと渡辺さん、はい、試乗の方にやらせていただけるんですか。いいんですか。いいんですか。では試乗の方行きましょう。行きましょうか。行きましょう。いいんです。行きましょう。行きましょう。出発していいですか。行きましょうか。行きますよ。お願いします。右のスピアドが入ります。ナイシ君。ナイシ君、走れませんよ。めっちゃいい、めちゃくちゃいい車で反動してました。一番になったら行きます。いいよ。お願いします。いいですか。先輩お願いします。はい、行きます。先輩運転させまって安全でるよ。後ろも広くていいですね。後ろも広いんです。広い。二人で行くから。できます。最高です。内田選手の運転は最高です。全然いい車乗ったら分かるから。もう乗った瞬間分かりますか。行きます。うお。いいよ。音がいい。音がいい。音たまんないですねこれ。いい。お、すげえこれ。これ出る？見れるっす。今多分これ設定してあるんですか？これ。はい、そちらあの後ろ選手が見えてないです。あ、俺も見えてる。あ、見えてます。46です。はい、あのフロントガラスに投影されますので、こちら左手左手です。はい。緊張するな。なんで？はい。ああ、ここにもちゃんとドリンクホルダーあるんだね。後ろどうですか？座り心地は。いいですよ。このちょうどいいです。この非常機が。うん。ドリンク置いちゃったりしてここに。これ走行中もあれ変えれるんですか？モード切り替え。ここもなんかあるんですよね。あります。おお、すげえ。はいはいはい。わあ、すごいわこれ。これ便利だわ。でこちらですね、右の車線です。はい。どうですか、こうまず走ってみての率直な感想は？気持ちいいっす。走りやすい。いや、後ろも気持ちいいんだよ。で。あのちょっと踏みたくなるっす。ちょっと音聞きたくなる。ちょっと高速抜きますか。ちょっと今 ETC カード入ってた。いやいい。いや本当いいっすよ。いいっすね。なんかこう気持ちいい。ちょっとリッチな感じが。うん。また白シャツとも合ってますよ。今日の。やっぱちょっと考えてきたんでね。その辺は。服装までも。服装までも。このゴルフのですね、ちょっと新機能というのをあのお伝えしたいんですけど、はい、前の車にですね、追従していきながら、あのハンドルもですね、自動で制御してくれるシステムがあるんですけど、はい、はい、はい。ちょっとそちらを今からご説明を。はい。はい、ではですね、ちょっとハンドルのですね、左側の RDS の上のボタンを押していきます。これ。そちらです。で今そのシステムがオンになりましたので緑になりましたね。はい、はい、ではそのまま次その RES の下のボタンを押していただきます。下もう今ハンドル、はい、でそのままアクセル離してもらっていいですか。離します。こちらでもあの白線に従って今走ってきてます。すごい。ハンドルを軽く握っているだけで大丈夫です。あ、すごい。もう自動運転みたいな。はい、今自動運転が開始されています。すごい。
これ高速道路。動かさなくてもいいことですね。楽やな。ハンドル、そうです。勝手に制御されますので。すごいな。今ちょっと、アクセル踏んでないですね。踏んでないです、踏んでないです。ハンドルの今力入れ込めてますね。全然、もう触ってるだけです。このようにアクセルを、はい、認識して、まあ、認識して、進むようになってます。楽っすね、これ高速道路とかたまんないっすね、これたまんないっすもう、これ絶対使いますよねこれ、遠出どこまででも行きますねマジで行きますよ結構いいんじゃないですか、サッカー選手からしたらこう練習とか試合の帰りに疲れた足を別に使わずに、ね、あ足伸ばせるとかですからねそうまあ、危険防止のためにブレーキには足を備えていただくとこういうこと、普段からドライブされるんですか？ドライブ、僕は運転結構好きですね。あ、じゃあちょっとこう暇あったら車走らしたり。そうですね、家族と。ケンタケがもう愛媛のことならもう何でも知ってますよ。あ、本当ですか？はい、美味しいご飯から何まで。やばい。あれ、これ、ね、ここに入れと。いや、その左側の端っこにちょっと素材が変わってるところがあるので。こちら側の静電気のセンサーが入ってますので、そちらで、はい、手が触れているかどうか静電気じゃあちゃんとハンドル握ってないと今みたいな。そうです。で、あのままその、あの握れない状態が続くと自動停止します。ドライバーの意識を失ったと感じて、はい、自動停止します。すごい。で、あの外環状線降りますので、ちょっとブレーキ踏んでいただくと、はい、あのシステム解除になります。藤田選手のおすすめの愛媛のドライビングコースって言ったらどうですか？おすすめ、やっぱり海沿いじゃないですか。僕が好きなのは二見の方行くの好きですね。二見から下灘の方行ったりとか。そうですね、コーヒー好きなんですよ。どういうコーヒーが？もうザ・コーヒー、もう苦味のある、もうブラック、ポンギー。もう自分で入れたりもするんですか？もう全然します。もう豆も自分でなんならひくし。うるさいですよ。そういう大人になりたかったな俺西岡選手は趣味って何なんですか？趣味はでも自分もドライブとか好きですね。海沿い走ったりとか、コーヒー飲むのも好きですし、でもコーヒーわかんないです飲んでる自分が好きですで最近はあれですもんね、YouTube でちょっと忙しく。ああ、ありがとうございます。ぜひ皆さん登録よろしくお願いします。昨日ね、アップされたもんね。はい。藤田選手見てますか？見ました、見ました。あれ。チャンネル登録は？チャンネル登録はしてない。そうでしょ。なんで両時みたいになってきてる俺。入団お願いします。入団。はい。もしよろしかったら、モード、スポーツモードに入れていただいて。どうするんでしょう。ハザードのですね、はい、右下のモードボタンがあります。じゃあ、スポーツ。スポーツお願いします。今ちょっと変わりましたね。変わりましたね、今。変わりましたね。変わりましたね、今。うわー、すごい気持ちいい。すごい。すごい。でも全然あれですね。揺れないですね。揺れないです。あの、すごい。その揺れもですね、あの、モニタリングしておりますので、はい、それに最適に応じた、あの、足回りのセッティングを自動で切り替えたいですね。これ、合流とか、はい、楽っすね。このパワーあれば最大トルクというのがあの1600回転から発揮されますので、はい、結構そのアクセル踏んだ瞬間でも、うん、こうすぐこうパッと、まあ、そうですね、はい、加速感、うん、うわ、そういう選手、反応いい、そういう選手、ね、サッカー選手、ね、サッカー選手でもそういう選手はいいんですよいますか、愛媛FCにそういう選手いますよ、いっぱいいっぱいいます。誰とは言わないですけどね。誰か言ってほしかったんですけど、ね、誰とは言わないですけどね。言わなかったな言わなかったな、はい、誰か言うんかなと思ったら言わないですけどねちょっとゲージ溜まってきました。購入の購入ゲージが購入ゲージ溜まってきました。いや、俺らのことですもっとこの GTI が楽しくなる道っていうのはですね、はい、あの通り道とか走っていただくとより多分 GTI が好きになります。間違いないですね。ちょっとくねくねっとしたところ、はい、あの専用のですね足回りをしておりますので、そのくねくね道が多い時にですね、この GTI の凄さが発揮するんですよ。へー
当時は。そうですね、はい、運転しなくてもなんか良さ伝わりますかね。後ろ伝わるだけで、はい、なんかもうすげえいいっす。なんて言ったらいいかな。揺れも全然感じないし、乗り心地も、はい、スピードも後ろで体感できるから。そう、狭さ的には、いやもうめちゃくちゃ快適です。じゃあこれ、この車愛媛にぴったりですね。山も海も行き倒せますね。ドンピシャですね。ドンピシャです。峠道攻めれるし。いいですね。四国カルストとか行きたいですね。そう、四国カルスト、はい、誰か行っとったな。西岡家ファミリーあるんでね、それで見てくださいみんな。それ、あ、YouTube か。もう宣伝しまくりますよ。普段から2人じゃあ仲いいってことですか。結構そうですね、貸してもらってます本当。仲いいですね。でも今回その内田選手に、はい、ペア誰がいいですか。はい、西岡選手も嬉しい、ご指名で嬉しいです。なんでだったんですか。なんで、なぜ西岡選手を。なぜって聞くまでもないでしょ。いろんな選手がいる中で消去ホース。ちょっと待って、ちょっと待って、っていうのは嘘で、まあフィーリング合うし、あ、話してても、ね、嬉しいです。なんかそこまで多く話さなくても分かってくれるっていうのもあるし、まあ一緒にいて楽、楽だと思うんですね。楽ですね。西岡選手から見た内田選手ってどんな選手ですか。どんな人間というか。いやもう頼りがいのある兄貴ですね。もうちょっと欲しいな。いやいや、もう、もうちょっと欲しかったんですよ。もうちょっと欲しいな。いやもう、なんでも、自分の表情を見ただけで、なんか、ぼそっとつぶれてくれるんですけど。おー、例えば。なんかサッカーとか、私生活でもそうですけど、自分の顔色とかも、試合中とかでもそうなんですけど、はい、顔色を見て、その、的確なアドバイスをしてくれるんですよ。別に何も自分は伝えてないのに、今どう思ってるだろうなとか、こうした方がいいよとか、ちょっと慌ててたら、そうそうそう、冷静になれよとか、もうすごいですね。もうそれ分かっちゃうんですか、やっぱ西岡選手見てたら。分かりやすいですね。いや分かりやすいんだ。分かりやすい、分かりやすい。自分では表情出てないって言ってるけど、めちゃくちゃ出てるってこと。うん、出てないと思ってるんですけどね。出さないんでしてるんですけど、出ちゃってます。だいぶお話があれだったので通り過ぎちゃったんですけど。確かに、はい、めちゃくちゃ油断しますよ。いやもう乗り何も全然言ってくれないから、はい、俺のドライブプランでいいかなと。ほんまにこのまま四国カルスト行くんちゃうかっていう。全然行けるぐらいのいい車っす。完全にテンポ通り過ぎてましたもんね、一回。確認して、過ぎましたからね。ほんま今渡辺さん止めてくれなかったら、おそらく。四国カルスト。はい。行ってましたよ、これ。全然楽、運転が。運転楽ってやっぱいいですよね。車の話しますと。はい。こういう渡辺さん車ってどういう方が買っていかれるとかっていうのあるんですか。そうですね、まあ、GTI とかこういうスポーツグレードになりますと、まあ、正直言ってまあ車好きの方が一番多いですから、はい、当てはまりますね。当てはまりますね。今んとこまだやっぱこう購入された選手っていないので。ですよね。はい。なんかもうさ、なんかあれ面白くないっすよ見てて。あ、なんかさすが YouTuber、 さすが YouTuber ぶっ込んできたで。なんか分かるんですよ、本気なのか本気じゃない人のネタみたいな感じでやってるじゃないですか。どうせ買わないんでしょと。そうそう、もう分かるんですよね見てて。今回違いますか、内田選手ガチです。もう見てたらわかる。いつもの内田選手じゃない。はい、どうぞどうぞ。後ろから見て、どう背中。もう、背中、もう、伸びきってるから。もう伸びきったんだよ、これ。伸びきってるってどういう状態なんですか。もう気合入ってんすよ、だから。気合入ってんすよ、だから。で、こちらですね。こちらは左で。はい。はい、さあ、帰ってきました。これ皆さん、マジで期待してください。ここからです。ここからです。ここから渡辺さんがもう一息。これどうしたらいいですか。そうですね、ちょっとではこの赤いの奥でまで横につけましょうか。このはい、こちらの偏差値一番上で押してます。おお、行きます。上も映ってるってことですよね、これ。いや、上はですね映ってはないです。あ、こ
構画像が出てるってことですか、ね、はい、周りのその障害物を検知してます。いや超わかりやすいですね。近づいてくると黄色の線がですね、近づいてくると、そういうことか、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。快適な旅でした。ということで、ここからは見積もりの方に行きたいなと思います。はい。お願いします。よいしょ。わかりました。いい旅でした。いい旅でした。いい旅。見てください。胸も張ってます。背筋どうですか？背筋が違う。もう身長が大きく見えますもん。ご視聴お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか？楽しかったです。楽しかったです。はい、GTA の良さをまあもう少し味わっていただきたかったんですけども、ちょっとまあ時間の都合上、しょうがないところがあったんですけども、どういったところが気になられました？なんかいいなと思ったポイントとかあったの？僕はまず乗り心地が良かったっていうのと、はい、アクセルの踏んだ感じの、はい、あの反応。反応。はい、レスポンス。レスポンスが良かったです、はい。ありがとうございます。後ろに乗られててどうでした？いやもう後ろもそのアクセル踏んだ時とかの音だったりのを共有できるんで、はい、全然、はいはい、多分乗ってても後ろに乗っても最高ですね。最高でした、うん、ありがとうございます。さあということで渡辺さん、はい、じゃあお見積もりの方、はい、ではお見積もりがですね、はい、はい、出てます。大志くん、630万円です。いかがですか？630万円です。何で見たいか。どうですか皆さん。どうですか内田選手、この額を見て。その額に値する車かなと思いますね。それぐらいいい車でした。一応こちらのちょっとあのご説明だけ。このゴルフの GTI のまあオプションですね。まあ、今回ご試乗していただきました、あの足回りの電子制御のシステムが入っている DCC パッケージというものがついております。あと、テクノロジーパッケージといいまして、まああのその他センサーとかついているあのオプションになります。で、プラス、あとあのナビのオプションも、同時についております。で、最後に、今回ルーフが少し欲しいと、はい、お伺いしましたので、ルーフ機能と、あとあのプレミアムサウンドが付いているラグジュアリーパッケージというオプション、こちらすべて4つ付いておりますので、フルオプションの金額になっております。こちらが630万です。はい、でも、こっからまた、こっからまだ交渉次第だよね。交渉に、そうですね。行きましょうか。もう、ちょっと最初の出すんで、こうやって。なるほど。渡辺さんの力が伸びせどころさ。また、わかりました。私の力でできるところまでは。はい。ということで。ということで。まあ、試乗して、まあ、お見積もりも。聞きますからのありきたりな言葉。聞きますか？もういいんですか？まだですか？いや、もういいですよ。もういいですか？はい。内田選手、GTI、買いますか？買いませんか？検討させていただきます。あー、なるほど。ってことは渡辺さんの力次第ってことですよね。まあそうですね、まだここから ね、 そうですね、あるかもしれない、あるかもしれないんで。しでも他のワーゲンも乗ってみたいっていうのもね、確かにそれもありますね、はい、改めてまあこう試乗してみての、はい、額を見てのちょっと改めての感想は、はい、めちゃめちゃいい車っていうのは間違いないです。いや、間違いないですよね、本当。ただ今日ここでという。そうそうそう。今日でも他の車も知りたいです。ワーゲンの良さをこの1台で、うん、だいぶ分かれたんで、他の車も乗ってみたい、はい、乗ってみたいです。渡辺さん、やっぱりこうワーゲン、まあ、他にもいろんな、はい、その方に合った車とか。そうですね。もうそのお客さん一人一人がやっぱ一番好きになっていただけるお車を選んでもらうのが一番だと思いますので、まあ、ゴルフこの GTI 以外にも、まあ、もっといいお車、楽しいお車のプロクサインございますので、まあ、ぜひ他のお車もぜひ検討していただけたらと思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと今回の、まあ、動画を見ていただいたファンサポーターの方にフォルクスワーゲンの良さをまたちょっとお二人からお伝えいただきたいなと思うので、まずはじゃあ西岡選手から。
もう多分見てもらったら分かる通り、もうめちゃめちゃいい車っていうのは間違いないんで、ぜひねみんなに来てもらって乗ってもらうのが一番かなと思うので、試乗っていうのはできる、できますか？あのご予約いただきましたらいつでも、はい、お待ちしております。みたいなんで、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。で実際試乗した内田選手からも、車はもちろんめちゃめちゃ良かったですと、渡辺さんの人柄にも惚れてしまいそうでしたぜひ渡辺さんに会いにワーグに来てもらえばなと思いますありがとうございます。さあということで、じゃあ今回はゴルフスワーゲンのゴルフ GTI をご紹介していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。